で、この一心についていいんですね。この一心について私も参考までに他州の大学者と言われるような人々の肝心の本尊症の講義を念のために少々見てみましたけれども、全く船舶なことしか書いてありません。これですよね、まさか大乗人ご本仏の一心なんて読んでる宗派は一つもないと、情けないと、あくまで天台の一年三千を引っ張っておるのだということだけなのです。その程度ですよ、身延の大学者と言われるようなものも。で、彼らにはそれ以上のことは解釈が立たないのですと、送電がないから。しかしそれではこの門を引かれた意義がはっきりしませんと。そうですよね、そんな増法時代の過ぎ去った我々ができっこない観念官報の御門を、天台の門をいくら引っ張ってきて何の意味があるんですかってことになるわけですよ。この肝心の本尊書というのは法本尊会見の書っていう意義において、できもしない御門として天台大師の任し官引いてもしょうがない。それをご本仏のご一念の一心だと読むと、まさにそこに本尊、ご本尊のことを表してたも心がはっきり現れるということなんですね。で、しかしそれではこの門を引かれて意義がはっきりしません。そう、これはやはり大聖人様の仏法の本源が宗伝において伝わり、そこに日観聖人という大名称のご出現において明らかにこの 一心の意義が示されておる次第であります。また続く、一方会にまた十方会を愚すれば百方会なり、一会に三千種の世間を愚すれば百方会に、すなわち三千種の世間を愚すの門は、九音願女自重有方針如来末法出現の宗祖大聖人様の一年の妙法蓮華経に備わるところの十回百回三千世間なのであります。だから一般論として説いてるっていう義は一つはあるけど、西王願意の辺は本仏大聖人の心身、その肉身というか、その胸中内省に訳して読まなかったらこの意味が全く出てこないということですね。陰問された大聖人が。で、先ほども申しましたように、ご本仏もまた一心に十方界を備えたものであります。仏様だから仏界だけで、地獄界のような汚いものはお持ちでないと思うかもしれませんが、それは間違いですと。十回全部をお持ちなのですと。一年即十回五愚、百回千女、一年三千であり、その三千がことごとく妙法蓮華経の上において自在の徳を備えたもうところ、仏様の一年の神宝に備わるところの三千であるということを示されておるのが、この三千種という意味の本当の意義でありますと。ここもすごいよね。仏様のこの一年の神宝だから、三千を全て愚していてはいるけれども、つまり、地獄ガキ畜生修羅なんていう、そういう命も当然愚しておられるけれども、しかしその中央南妙法蓮華経のこの九音願女のその一念においては、まさにその自由自在にその地獄ガキ畜生修羅ないし仏界を自由自在にお使いされていると。地獄界すらある時は出され、ある時はガキも出されと。でもそれもそれに使われてるんじゃなくて、自由自在なとこを表されてるんだってことなんですね。